よし。じゃあやります。はい。今日は挨拶。うん。挨拶についてやります。勉強。うん。まあ当たり前のことだけどね。うん。当たり前だけど当たり前のことができん。うん。子が増えてるんだよね。うん。まあちゃんと勝負。うん。うん。しっかり挨拶で。俺らの仕事場で習っとるのは、うん、合言葉みたいな感じ。あ、明るく。うん。あるじゃん、そういうの。うん。あは明るく。うん。いはいつでも。うん。さ、先に。うん。つ、続ける。うん。これ絶対覚えとけ。明るく、いつでも。先に、うん、続ける、うん、これをせんと、うん、暗く挨拶してもあのね良くないし、うん、いつでもせんと今日は機嫌が悪いから今日は疲れてるからしませんじゃなくていつでもする、うん、で相手からするんじゃなくて先にする、うん、特に2人とも仕事しだしたら18歳高校卒業して18で仕事するかもしれんし、大学行くかもしれんけど、うん、18歳とかで仕事始めたら、一番下っ端やけん、うん。一番下っ端っていうのは、絶対先に挨拶しないといけない。うん。先輩からおはようって言われて、おはようございますって言ったら、もう遅いけね、うん。いつでも先にする。うん。で、しかも、一日だけやってもしょうがない。うん。ずっと続ける。うん。ね。うん。それはできたら、もう、社会人として合格。うん。ね、で、いきなり18歳になったら、しなさいとはできんわけで、もう今のうちから、大人になったら、先にする。うん。それを心がけて。うん。以上。以上。水難事故に気をつけて。うん。おしまい。おしまい。